いきます。赤い溜めた。あ、やってる。ダボやってる。かぼちゃが。あー、よかった、よかった。え、待って、100ですけど。ちょっと待って、また来る、来るかも。取れ高お化けってよくね。ところからスタートです。そうそうそう、から行きました。はい、なんか嘘くさいな。で、私ちょっとやばい局面がまた。ああ、踏ん張る。踏ん張ります。踏ん張る。私この間その他番組で無双転生引いて7000枚出ちゃったせいで、終始ずっとこれっていう絵面の時あって。でもちょっと今日もそれになりかけてる。そうですね、そうなれば嬉しいですけど。絵面的に大丈夫なのか問題は。7000枚いいな。夏民ってさ、はい、こう番組とかでさ、好きなタイプを聞かれた時に、はい、先に中身から語る、それとも外見を語る。いや、中身です。あ、中身で語るな。その過去の恋愛事情を、まあ、すごいざっくり、あんま話すこともないんで、ちょっとせっかくの機会なんで話したらなんですけど。顔でもやっぱ大事じゃないですか、結局は。確かに人格がないと顔が良くても続かないしね。そう、なんか許せることと許せないことっていうのがあって、で私もいろいろ血迷って過去に、うん、過去の話なんで、まあくまでやんわり皆さん聞いていただきたいんですけど、うん、血迷った結果、うん、やっぱ顔も好みで性格もまあ好きかも、うん、付き合う、うん、失敗、失敗、失敗とかあったら、うん、そんな多く付き合ってないけど、うん、失敗とかあったから今度は中身重視で付き合おうと思って、中身言ってたら次やっぱ許せないってなって、顔が悪いと。なんか許せる幅がこう。ああ、そっかそっか。やっぱ顔って大事なんだと思います。大事。最長はどのくらい付き合って？2年ぐらいとかです。あ、でも2年長い。2、3年ぐらい、うん、あ、3年とか長い。別れの理由のさ、トップ1はでもやっぱ性格の不一致とかになってくる。許せないが大人になればなるにつれて、自分軸っていうのをしっかり持つようになるじゃないですか、うんうんうん、私のこの仕事軸と友達軸と恋愛軸があって、うんうん、なんかどれか一つを脅かすような存在はいらないと思うんですよ。確かに会うことに無理をさせる人とか、うん、仕事で疲れてるって言ってるのにちょっとだけとか、そう、すごい嫌かも。そうだから、そのあたりを全てバランスの取れるような、うん、人がいいと思いますね。やっぱり付き合う長さじゃないっていうのは本当だと思います、それは、うんうん、いや私でも分かんない、基本短かったから、結婚するまではなんか同じ季節をさ、同じ人と過ごすのがもったいないと思ってた時期があって。すごい斬新な。クリスマスとかさ、はい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 、来年もまた来ようねって言われて、でもなんか来年ちょっともうちょっと違う人と見たいかもって思って別れたりとか。新しい。あんまり恋愛っていう恋愛はしてなかったかも。あ、これっぽい口説きまくったら落ちるタイプではない。あ、ではないです。あ、ではないな、ではないのですって。もう無理。女って、まあ、主語大きすぎるけど、うん、確かに。女って自分が下だと思ってた子がに超えられた時の嫉妬半端ないじゃん、うん、その元々上の子はさ、こう行くけど、うん、か下だと思ってたのに急に売れたりとか急に人気になった時の足の引っ張り方えげつないから、ライバル視というか。そう、この難しいのって、その女の子って私からしたら2人とも仲いいけど、ここの2人が仲悪いとかもね、めちゃめちゃあるんですよ。めんどくさいね、あるね。ってなるとお互いの悪口を聞いちゃった時にすごい絶妙な気持ちになりながら、うん、もう蓋をしてこう、まあ、それを聞いたところでお互い仲良くするんですけど、でもなんかそんなこと言ってた割に、なんか SNS 上ではめっちゃ仲良くなってるの、なんか怖ーとかあります。え、あの人のことなんかすごい嫌いとか言ってたのに、なんか怖いよね、うん、急に変わるからね。え、え、待って、え、え、待って、ごめんなさい、私ちょっと待って、焦点21戦目で焦点しちゃいました。これでも焦点が見れるところまで、ごめんなさい、叫んじゃいましたね。うるさかったですよね。ごめんなさい、本当に。ちょっと待ってください、ここで中断チェリーなり。あ、そっか、ちょっと再挑戦します。復帰できるから。
これで、ね、中大チェリー本当に引きたいんですよ。あー入っちゃった入っちゃった入っちゃった、すごいレバーオンにこもってるの。あリプレイ、手でかいい顔してるよね。もうなくなるな。あ強水からだったらでかいぞ。うわー弱水化か。ワンちゃんもうねじります。頼むマジで無双転生ボーナス引っ張ってきて。おお北斗七星が明るいのに星が見えるので、うわいやでも2128枚1ゲーム連の可能性も全然あるので、あーダメだ。うわバットですね2連続1ゲーム連いきましょう。演出起こしたら結構熱いです。影が小さいですね。これラオパターンの影もあるんですよね。これはどうかな、ちっちゃいですけど。うわーバットかよ、置いていくよこんなの。いやでも2000枚は、朝から2000枚はとりあえずね、なんとか。もうだって今私投資1万1000円で追加投資中ですけど、まだちょっとね、まだ入れる、まだ全然プラスなので。ただ私の経験上、この微妙な枚数出てしまった時って結構へこみがちなんじゃないかなっていうのがあるんですけど、まあまあ私も減らさないうちに早く当てることを目標に頑張ります。お願いします。かぶちゃんはもう天井行っちゃってもいいと思います。これはね逆にね北斗揃いを引っ張ってきたい、うん、私はですね。実は意外と毎月月収支10万円ぐらいプラスなんですよ。あ結構いろんなとこ行ってるけど、でもやっぱモンキーと北斗ってすごいやっぱ扱いもいいし、それに吸われてたらいいのかも、やっぱり安定するのか。ただカブちゃんモンキーは負けます、はい、あ負けるんだ。モンキーを打ってることによって終始ぐらつくんですけど、ただ本気で楽しい台、多分現行機種最大限に楽しい台だと思うので。あそうだ、私もうヘルメットに、はい、振り回されたくないから色とかね、そうもうロゴとかに。中段チェリーお久しぶりの、なんか結構ポジティブさが出ちゃって、はい、ないのにあるって思っちゃう。モンキーみたいなやつってモードがいいって思い込んじゃうから、うんうんうん、ちなみに今1個前のリプレイの2アタタは結構その天国かつ本前町中に発生しやすい演出なので、これ発展します。赤で発展して、あ多分当たると思います。た感じ、いや後半ちょっと天井いっちゃうかしらって思って、私本当にこの番組あんまり私自分が出なくて、はい、ゲストの人に助けられっぱなしなのでノリでしょ、ね、どうにか頑張りたい自分も。あよかったよかった。616ゲームで投資が追加投資してるんで1万2000円12本です。あ早いですね、まだ全然プラスです。まだ大丈夫、うん、まだそうで、これが伸びれば伸びればそう伸びれば黄色、絶妙ですね。黄色以上は今日出てないですね、うんうん、なんかさまだ会ったことないけど会いたい女性ライターさんとかっている、女性じゃなくてもいい、私本当にカブちゃんに会いたかったので。私も会いたかったこれきっかけになんかこうまた遊べたりできたらすごい嬉しいです。ね、結構だんだん自由も聞くようになってきたから、うんうん、もうすぐ3歳になるから子供も。あえそっか、そんなにね意外と立ってるんだっていう。でもうおしゃべり喋る喋る、わでもさ朝とか今日とかもママお仕事ダメだよとか言って言われて言っちゃダメだよみたいな言われると胸が苦しい。やっぱりかぼちゃんクラスのママがいたらですよ。いや保育園とかでとんでもないテロが起きるじゃないですか。いやもう結構若いママがやっぱ若いさギャルとかもいっぱいいたりとかして、高所波浴びちゃった。ああ
もう保育園の先生たちも放っておけなくなりますよ。いやいや、でもまだ入れてなくて保育園。あ、これからね、もうすぐ幼稚園だからちょっと楽しみ。どんなお母さんがいるんだろうみたいな。確かに。いや、ママ友とかどうなんだろう。あの、よくね、ドラマとかでもあるあのギスギスしたあの。何歳まで続けたいなとかっていうのはあるの？それとももうできるだけずっと。いや、私は正直もう 2,3 年とかかなって思ってて。そんなにもったいないって言われるけどね、まあ、ぐらいでやめたいなと思うんですよ。なんかいつまでもいつまでもなんかこう。でもさ、これ使われちゃうとさ、 2,3 年後になった時にさ、やっぱ全然やめないってなった時にさ、ずっと言われたりしない？あ、まあまあ確かにいやでももうそれはもうずぶといな、こいつで終わったら。あ、 それでそれはそれでいいな。でもまあ多分私の理想像は、うん、もう本当に2,3 年の花があって、ある程度自分が満足したステージまで行って、うん、充実できた時に、いい時なんかこうもう引退しちゃって、うん、なんか飲食店とかしたいですね。あ、なんかそのお金を取るとかそういう目的じゃなくて、うん、なんかその交流できるような場を持って入れるような、うん、いいね。これ3回4回だったら暑い。そうです。3回は別に、まあ、続けば続くほどなんで。でもこれ今最後まで4回目で教水か、いいですね。お、あ、いい、これなんと、うん、頑張ろう。気合を入れるやつだ。です、気合を入れるやつだ。赤だ。強水化でいった、持ちメダルだ。やった、持ちメダルだ。200枚も残ってる。白い、なんか豪勝派の顔してる見えるんですね。豪勝派の顔してらっしゃる。当たってしまった。豪勝派の顔してた。なかなかな。もう復活しかないですね。271枚。夏目朝強いタイプ。そうですね、今朝強いですね、かなり強い感じが。なんかさ、私その付き合う男性のさ、うんうん、好きなタイプに入るのかわからないけど、はい、寝起きがいい人が好きで、自分が寝起きが良くて、うんうん、朝から機嫌がいいタイプだから、うんうんうん、なんかそのいるじゃん、朝機嫌悪い人いますね。なんかお昼にはすごい巻き返してくるタイプの子とか、すごい不安になるからちょっとあんまり得意じゃなくてはいはいはい、朝強いタイプ助かるそうですね、めっちゃスッて起きますね。なんか仕事の登場とかもちゃんとしてる人が結構好き、うん、でもそういうタイプな気がする。大事ですよね、なんか朝から機嫌悪いっていうのを感じるだけでなんかちょっと下がりますからね。なんかおはようございますみたいななんか朝だからこちらが気を使わないといけないとかいう謎の感じになるのは嫌ですね。結構もうあの寝起きが悪くてスピード破局のした人も、一応内部的にさっきベルで赤ランプついてて天国だったんですけど、弱水化で当たりましたね。天国弱水化、かなり挙動はいいと思います。お、助かる。おお、え、そうなった。はい、はい、ちなみにこの私のオカルトというか、私いつもレア役を引いた時に第三停止離した時にあの当たりをあの抽選してるので、第三停止を離す時にもうかなりの気合を込めてたんで、グッとそこで離す時に変わってきてる。ちなみにこれもそうで、この時に継続率とか色を抽選してるんですよ。あ、じゃあここで。でもこの時にこうレバーとか離したりとかしてたら、あのどっか押してたらいけるんですよ。いけるんだ。あ、知らなかった。だからこうどこを離すかを一回考えて、どこで行くか。雑誌はこういろいろなんかこう暇な時を組み替えて、レバーから、レバー行きね、行きます。赤い。貯めた。なんかちゃんと気合ある。ちゃんと気合通じるのちょっと面白いです。ありがとうございます。小ネタからも取れ高取っていただいてありがとうございます。細かいところからの取れ高の積み重ねが。ほら、仕事ある人はさ、一つ一つの仕事が丁寧よね。よし。よし。セリフ演出3パターンあるやつですね。ここで長兄ラオへの思いとか出ると、まあ70、赤オーラが信憑性出てくる。あ、来た。おおおお、これ 79% 以上
さですね、継続率が。よかった。まあ赤オーラがちょっと信憑性を増してきた瞬間です。貴様がなんとかっていうので外れたことある。あ、そうです。くれる望郷性と、うん、貴様なんとかがなんとかそうですね、貴様なんとかの方がデフォルトのチャンスアップパターンで、あとはもうどれだけ伸ばせれるか。そのね、言ってたちょっとね、夏美の体感を、そう、経験を、法則を崩してほしいですね、うん、初対面でっていうのもありますけど、やっぱりカバちゃんに、あ、今日乗り打ちして本当に良かったと思ってもらって帰りたいので、私もちょっとできるだけもう増やしにかかりますよ。それ思わなきゃいけないの私なんだけど。カバちゃん曰くキックの顔、キックの顔してるから。違った。わー、違う、違った、弾込め出した、違った、避けた、さすが。乳首焼いてますね。焼いてる、乳首焼いてるんですよ、本当に。乳首焼いてる、熱い熱い。この後の凛々しい、あのケンシロウの立ってる様も結構好きで。焼かれた後の焦げてる。ない、ないし、コンプライアンス的にないんですよ。本当だ。あ、そういうのダメだ、知らなかった、乳首ない。あ、出しちゃダメなんだ。貴様でも本当だ、乳首ない。初めて知った、乳首ないんだけど。それだかお化けってよくね。確かに確かに。また弾飛んで、あー、避ける。今見ました、いましたよね、先避けしてた。そう、これはちょっと本物。あれあれ、でも立ち上がり、あ、多分復活だと思います。さすがにちゃんといたんで、今避けてた。はい、豪商派立ち上がりも多分 79%。 あー、79か89だったっけ。あー、よかった、よかった、びっくりした。本当にね、ケーンってくるまで心配になった。なりますね。でも多分これは本物ですね。84か89ぐらい持ってんじゃないかな、ね、すごい。なんならもう一回無双転生まで目指せれそうな。いやー、お願いしたい、うん、当てたかった。17枚追加投資だ。行きましょう。ここでなかったら、これだ、これだ、これだ、いけるかい。あー、強制か。これで欲しいとこですね。これでお願いしたい。追加投資したくない。長かった、長いとかないの。 あ、 ありますよ、ロング。すっごい長かった。ロングパターンは本音町の子です。あ、じゃあ多分大丈夫じゃないかな。あと11枚でいけるかな。わー、行きたい。あー、よかった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 。待って、100レスケ。ちょっと待って、また来る、来るかも。待ってください。100列券出てるところ 84% 以上の継続率なんですよね、はい、でかつこれ当たったら下パネ消えます。また無双転生チャンス。ごめんなさい、やばい。いい絵面が、いい絵面後ろで各々広がって、各々広がっていうか、もうそもそもそのジャックインの時点で決まってたと思うんですけど、あの書き換えることができるけども、まあここは外れなんで仕方ないですけど、次下パネ消えるかもしれませんよ。うわー、避けた。避けたって、避けました。うわー、もう避けちゃったんで、多分出てこないんじゃないですかね、うん、いや、野良百裂拳でしたね。野良でなかなか見ないです。薄いもの、はい。さあ、かぼちゃんも棚底からそのまま当たっちゃいましたけどね、うん、いや、まあ、よかった、あの持ちメダルで踏ん張りました。いいことです。あ、よかった、追いつけた、うん、WAT。 あ、本当だ、よかった、よかった、行けました、行けました。やってる。ダボやってる。カボちゃんが、カボちゃんが開けた。もうちょっと長くやってた方がいい。キック、キック、うん、キック、キック。避けれないの。いやー。単発。548枚。だー。乗り打ちでさ、一番気まずいのがさ、片、うんうん、や勝ってたのにこっちの投資でなんかマイナスになっちゃうのが一番辛い。まあ確かに私はもう今日もう本当に出し続けれるだけ出すので、あとはカブちゃんがいかに低投資で、低投資でいけるか、ここのもうずっとね、うにょ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 してるところから、はい、うにょついててほしいですね。なんか
今で私の持ちメダルが今2800枚ぐらいになりました。わあ結構ある。私は今で76枚だけど投資が12本、で私投資2本なんで、まあ、700枚ぐらい。お助かる、乗り打ち最高。はい、じゃあちょっと安心して追加投資しちゃいますね。あ大丈夫ですよ私多分乗り打ちで助けられてる経験しかないんだと思う。いい思いを、ま、だから乗り打ちが好きだからちょっと北斗今日久しぶりだったんですけどめっちゃ面白いです。いやもうだってずっと当たってるもん夏美なんか初めてのジャスチャンネルさんの出演なので、うん、ゲストで呼んでいただいて、あのいやもう温かいファンの方とスタッフさんに恵まれて本当に温かい空間にいますよ。本当にあれですよ、もう夏美の番組ができてると思うキック結構やられる。うん、あーあでも11セットあーダメだ、もうちょっと、わーオールデフォルトですね。あー株取り終わってたの121枚。ああ5回当たって、そうそう当たりはさ当たってるんですけどね、結構ね刻み出してますね。当たった、あ追加じゃなかったら、あいける、当たった、追加じゃない、もう1回なしで、もう1回でもう1回次ピリッと、あよしよしよし、OK です。あよかった、あ素晴らしいですね、よかった滑り込んだ。おお、よかった61ゲーム素晴らしい、持ちメダル、よし最後にあっさり系、おーおいいじゃないですか、よし頑張れ、あっさり系でいけたんですね、あっさり系でいけた緑ってあっさり系だったんですね、あっさり系だったチャンス目、こんなのこんなの言ったでしょう、言ってないの、言ってないか、今の表情俺じゃなくてカメラにこっちゃこっちゃガブノリ、はい、それではちょっとカブちゃんに出玉麺を頼んでる間にですね、私店内の出玉チェックしたいと思います。撮影日から言うと3日目になります。キングパルさんも稼働ついてますね。寝台でも扱いがいいのか稼働の埋まりがかなりいいです。私の大好きなモンキータンですね、お5000枚出してきていますね。いいシナリオにたどり着ける、まあ、つまり初当たりが軽くていいシナリオを掴んでるということでは高設定なのかなと言ってもいいんじゃないでしょうか。ジャグラーコーナーもただいまの時間、今ちょうどお昼の2時ぐらいなんですけれども稼働率9割ぐらいで稼働してますね。本当に地域密着型ですごい安定的な店内状況なんじゃないでしょうか。まず第一印象的にですね、海物語の稼働率半端ないですね。結構この手前のメインのなるゾーンとこっちのねブラックの方も稼働ついてますね。いいですね、こう海物語ってやっぱりパチンコの原点みたいなとこあるじゃないですか。こんだけにぎわってたらすごい。あとですねエヴァンゲリオン、こっちも稼働高いですね。あのちょっとお恥ずかしながらあの新エヴァの方まだ触れてないんですよね。でももし打つ機会があるならジュースさんでちょっと打ちたいなと思うような稼働状況ですね。株取り出玉チェックがうまい避ける避けるで避けるパンチよ、大丈夫大丈夫、ちょっと早めからかかってほしかったですけどでもあの続いてる分には嬉しい。何気にすごい出てるな。株取り実践終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう何から何までありがとうございます。最後頑張りましたよ。ねちょっとねどうですか今日のなんか手応えっていうか手応えそうですね、手応えしかなかったんじゃないかなと思います。まあ大の展開もそうですけどお互いね、まあ、結果がついてきたんじゃないかなと思います。はい、その気になる結果の方を発表していきたいと思います。はい、私からじゃあ、はい、いきます。投資が900枚なんですけれども、うん、
回収が1354枚、素晴らしい。最後ね一番出て、はい、でプラス454枚、でかいというところで、おめでたい。さあ気になる夏美は、はい、ね、ずっと当たってたんですけどねはい、私の方ちょっと朝一から飛ばしまくりまして、投資の方が100枚です。私日本ですね、100枚ですね。なんと回収が2554枚、サマイ2454枚プラスです。わあ、2人の合わせますと、はい、2人でプラス2908枚、すごい勝ってる。もしかして番組史上一番出てる、一番出てる。わあ、よかった。いやもうすごい楽しくて、喋るのも楽しいですし、もうね、夏美だったら本当みんなが好きになるっていうのはすごいよいやもう本当に私もなんかこう、まあ、カメラがあるからとか抜きで本当に最初から話しやすくて、本当にこの現場の雰囲気も全てがもう楽しかったです。ありがとうございます。もうずっと来てほしいくらい、もうぜひ番外編として恒例で呼んでいただけたら、ね、夏美ずっと来てたら多分もう私いなくなってる。いやいや、やめてくださいとっても楽しい乗り打ちでした。はい、皆様ありがとうございました。ありがとうございます。見事プラス収支ということで、はい、3名様にサインをプレゼントします。買ってよかった。はい、はい、あと何だっけあと何言うんだったっけ。株乗り、株乗り第6回目、ゲストは夏美でしたが、収録終了しました。まあね、本当になんて言うんですか、天真爛漫さもあるんですけど、体育会系さもあり、で、トレダカーもね、ちゃんと取ってくれるでしょう本当に楽しい一日でした。あとね、すごい出してもらっちゃって、今日もあのチェックもやってたまあ効率よくね、うまかったですよ。いや、めっちゃうまかったですよね。うまかったですよね。それから一言も喋んない。私次回のゲストはリノさんです。初の男性ゲストということなんですが、私リノさんちゃんと喋ったことないです。なんでどんな感じのこうなんていうんですか、相互作用、合ってます、相互相乗効果が生まれるのかっていうのがすごい楽しみですね。はい、まあ、でもちょっとねリノさん本当にかっこいいんで、女出しすぎないように気をつけたいと思います。株乗り、リアスチャンネルでは森本夏美、株乗り、ともにですね、高評価、チャンネル登録、そして通知設定も忘れずによろしくお願いします。